なおチャンネルスタート。 SNS の逃走中の逃走者が上手に紹介されてね。でも一つだけ思ったんだけど、去年の SNS の逃走中で参加していた逃走者のメンバー、誰一人ね、同じメンバーいないんだよね。矢吹奈子ちゃんとかさ、クロちゃんとかさ、河合郁人君とかさ、いたじゃん。なのに今回は出てないんだよ。まあまだね、徐々に紹介されるからわかんないんだけども、これだけはいるんだけども、テレビ西日本のね、代表ね、前回はね、矢吹奈子ちゃんだったの。でもね、今回はね、熱男ね、松田さんになってるのよ。だからね、俺の予想ね、今回の FNS の逃走中は、前回の FNS の逃走中にいた逃走者もしかしたら出ないんじゃないかなと思うのよね。あとは今回逃走中のエリアが問題なんだよね。自分の予想ではね、お台場だと思うのは、それがお台場じゃなかったら別のエリアなんじゃないかなって思うんだよね。全員の出演者の紹介は公式サイトでね、発表されると思うから、その間にも走るトレーニングしようかな。何言ってんだお前、次回の FNS の逃走中ものは大量ハンター降格だぞ。マジっすか？お前前回そう言ってたの。ちょっとお願いします、大量ハンター降格だけはやめてください。20年くらいでレギュラーハンターでやってますから。お前今年でいくつになった？20歳です。面白くねえからやっぱ大量ハンター降格。うっそー。エリアとか逃走者とかもうじきわかると思うけど、みんな楽しもう。へへー。皆さん、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you.